皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。皆さんね、記者会見って知ってますか？今日はね、その記者会見、明日ね、実はね、とある記者会見があるんですよ。有名人がいっぱいなので、記者会見をします。その記者会見のお花の制作を皆さんに紹介したいと思います。ではですね、今までになくこう記者会見のお花に注目する機会だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。どうぞ。まず最初にこのレザーリフパンをね、入れていきます。レザーリフパンはこのなんていうんですかね、ここのね、面をね合わせるんですね。なのであんまりこう先が欠けてるのとか使うのやめましょう。よくねこうバック処理ってね、この後ろの部分ですね、この後ろの部分、こう何ですかね、記者会見を受けてる人から見える部分のバック処理がよくできてないのが多いんですけれども、これ後ろからね、もちろんこう記者会見してる人は見えるわけですから、しっかりとねファンデーションワーク後ろの部分をしておきましょう。だいたいこのねセンター半分から分けて、こっから右向きに、こっから左は左向きにファンデーションワークをしていきます。でこのレザーリファンでアウトラインを決めていきます。はい、そしたらこう記者会見とか、まあこういう何ですかね、遠目から、まあ、カメラで撮るとね近く映りますけど、その映った時にこう見栄えのするものっていうのはやっぱこういう大輪系のものです。なのでまず最初にこのユリとか大輪系のものを入れて決めていきましょう。で大体ねこう大きい花を均等にね配置していくと、まあやりやすいですね。もちろんこうシンメトリーでない場合もありますけれども、大体まあパッとね前から見た時にふわっとこう綺麗に見える感じっていうのが、まあ、記者会見は大体好まれますので、まあ、これがベタな方法ですね。で気をつけなきゃいけないのが、こう前でこう座った時に顔が隠れてしまうことですね。なのでなるべく高さを出さないようにしましょうね。はい、次にこちらのゴッドセフィアというね葉っぱですね。まあ、こちら今入れた葉っぱとは違う種類の葉っぱを入れていきます。レザーリーフファンとは違う種類の葉っぱを入れていきます。はい、このような感じです。次にこちらのバラですね、バラを入れていきましょう。
はい、これバラの色を結構ミックスしてこれから刺していくんですけれども、まあ大体こうベースになるね色でこう統一して形を取っていくというのが綺麗に仕上げるコツですね。ピンクの少し薄い色も刺していきます。だいたいこうピンク黄色に統一したイメージができ始めましたね。そしたら少しこう変わった服飾のバラとかを入れていきましょう。見えますか。少しこう濃いね色を入れることによってこう深みがね出てきます。あんまり上には出てこないんですけど、それでも深みが出てきますので、そういう効果っていうのはありますね。はい、こちらで服飾のねバラが入りました。でこう数箇所こう赤いバラを入れていきましょう。はい、で最後にこちらの桔梗蘭を入れて流れを出して終わりにしようと思います。で最後にこのちょっと丸めてここにですね留めた桔梗蘭を入れていきましょう。はい、こちらで完成です。じゃあ入れて始めましょう。はい、こちらの記者会見前のねアレンジメントはいかがだったでしょうか。結構ねこう、まあ、規則正しく最初作っていかないと、まあ、こういうタイプの花は割と綺麗に見えないことが多いです。ただ一つ覚えててほしいのは、まあ、これ割とシンメトリーっていうかねに作ってきましたけど、もう完全なねアシンメトリーで作る場合もあります。ただまあその時はね割と何だろうなコンセプトというかそれがしっかりしてないとはまらないような気もします。あと、シチュエーションを完全に頭に入れることですね。こう完全にパネルがあってその前にテーブルがあって記者会見なんていう場合ははっきり言ってそういうタイプの花は全然似合わないです。で今回なんかはこの後ろにボードが来てテーブルがあって記者会見ですから、このタイプでないと全然似合わない爽快になると思います。これはね TBS さんで多分放映されると思うので、まあ後でどっちが先になるか分かんないんですけど、多分生放送なんでこの動画の方が後になるんじゃないかなとは思ったりもしてるんですけど分からないですね。まあ、たまたま見た人はああの時の花だって思ってみてください。ではですね、また次回、
こういう大きいものになるかちょっと小さいものになるか分かりませんが、アレンジメントを紹介していきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 あ、疲れた。長かった。うわっ。